セイントセイヤ黄金伝説ですね。こちらを今日やっていきたいと思います。あ、ちょっと待って、なんかいるな今。なんかいたな今。敵かこれ。あ、こいつ教皇の匿名だ。死んでもらうぞ教皇の。ライトニングボール。あ、これあれやんか。アイオリアやんか。あ、でも倒せた。おー、いけた。進んだ。ここでセーブしとこうか。これでやっとサンクチュアリのゴールドセイントのとこに来ましたね。こいつは誰だ。来た、アルデバラン。勝手にここ通すわけにはいかん。行くで、抜けてやる。でもコスモ減ってるからな、これ。クリアできるんかな。グレートゴン。あ、倒した。はいはい。ジェミンの迷宮迷い込んだな。倒せるんかね。コスモがだいぶ減ってるけどな。あ、まだ生きてる。あ、倒したんかあれ。あ、そうなんや。上か。上でいいよな。ザコか、これザコや。あ、いたいた。あ、これはあれですね、デスマスクやね。うん、チャンサーね。もうセイヤ一人でやってるようなもんや。セイヤ一人で戦ってるようなもんや。あー、もうだいぶ減ったな、コスモ。ないやん、コスモが。勝てるかな。これあれか、誰やった今の。アイオリアっぽいな。あ、コスモセットしてあるけど、これ無理ってことか。どういうこと。コスモがないからこうなってるのか。あー、ないないない。あ、これあれや、ミロや。ミロスコーピオンの。あ、もうないからこうなってまうわけや。なるよな。これなくなったらまたコスモを回復してみたいな、なんか裏技みたいなのがあったんですけどね。やり方忘れましたね。それで倒すことができる。あ、もうないから彼か。これやられんちゃうかな。ダメージがでも全然減ってないんですよね。コスモがないだけで。ほら、全然減ってないんですよ、ダメージはね。
かない、コスモが。追い詰めるとは。もうゼロになった。ここ倒した。やったぜ。ヒットポイントはね、多いからね。いつかは倒せるんですよね。うん。コスモがなくても。釈迦ですね。何としますか、警察無効。もうないから無理ですよ、これ。あ、まだですよ。なんということもだ。うん、これ一回、だから、死んだ方がいいのかな？逃げるにして。あ、逃がせない。逃げれないか。一回やられた方がいいのかな。これを回復させる方法ないもんな。仲間。あ、これで行こう。あ、でもこれ。コスモはゼロのままやもんな。意味ないよな。もうゼロやもんな。なんかよこすのだ。話す。仲間ちゃう、仲間ちゃう。ちょっと待って、話してやってみようか。敵は何にも喋らなかった。何やこれ。あれ？あ、氷河か。でもコスモがないから意味ないんですよね、これね。勝てないんですよ。ダメやな。ダメやな。無理やな、これは。これは勝てないね。もうほぼ無敵に近いから負けることもできないんですよね、これね。どうしたらいいんだろうな。一旦ね、ロード。これで、コスモ減ってるから、こうやって死ぬんですよ。あ、でも回復しないか、コスモ。回復しないんやな。どうするんやろ、コスモ回復するにはどうしたらいいんや。アイテムとかないもんね。
アイテムでコスモ回復するとかそんなこともないもんな。ないよな。無限ってことだな、これ多分。控えめでやった方がいいのかな。足りなくなるからね。違うやつでやってみるか。こうやってこれでこうやってやった方がいいのかもしれない。ワンタンでちょっともったいないかもしれない。まだわからないのか。バカな。まるで壁があるようだ。なかなか倒せないな、これ。共通になってるんだな。今度じゃあ資料にしてみようか。こことここだけにしよう。アナザーシミュレーション。まだか。あ、倒したな。立ててるのはちょっとおかしいけどな。じゃあ一気でいけると。なくなってまうよなこれ。あ、なくなってもてるもん。もう2しかない。
なんじゃ倒せないよな。簡単にしたらでもダメなのかな。やっぱ無理なんや。あかんな。逃がしはしないと。相手はダメージ受けてるかどうかも分かんないもんな、これ。何も喋らなかった。あかんな、全然進まんな、これ。当たるときあるんや、たまに。キックの方がええのかいな、こいつ。あ、キックの方がええのかもしれんな、これ。これ繰り返したら倒せるかもしれないってことや。気が長くなるな、これ。これ、セイヤでもいいかな。セイヤにしよう。音が違うな、セイヤの方が。キックのね、時のね。なんか強力ですよね。お、追い詰めるとは。セイラの方が強力ですね、蹴りが。あ、倒せた。おー、すげえ。コスモなしで、キックでいけばいけるんやね。さあ、これもキックで倒すか。キックはキックなーって感じだね。倒していきましょう。ああ、でもこいつはダメなんか。効かないのか。コスモが強すぎるのか、こいつの場合は。効かなくなってる。
じゃあいろんなやつで結構強いしかないな。無駄ですよ、聖夜ってなるのはおかしいよな、春夜でもね。お、聞いた聞いた聞いた。これでせいやに交代して、ほら聞くようになったんですよね。これたまにね、これがちょっとした裏技みたいなもんなんですよね。やってると勝てるんですよね、そのうちね。コスモがなくてもね。そうそう、これよくやってたんですよ、昔ね。しぶとくやってるとね、たまに当たってくれる時があってね、これで倒せるんですよ、うまくやればね。なんでかわからないですけどね。修行してるみたいやな。あ、間違えた。あ、でもパンチも当たるときあるんや。当たるんや。お、倒した。すげえな。あ、これあれか。釈迦が力を貸したようだな。ジミンのセイント。これサガか。どうかな。あ、まだこれ無理やな。また一気に交代して当てる感じにしなあかんだな。アナザーディメンション。めっちゃ減ってるやん。減り続けてるやん、これ。一気に交代。食らうな、おい。あら、ならないぞ、とか。どうすればいいんだ。わかんな。
食らい続けるんですよね。これあれか、全員に交代して試しながらやってコスモを上げていくって感じなのかな。あ、でも全然当たってないよな。近いからね、だからやられないで済むんですけどね。実際だったら死んでますよね、こんなの。ああ、まだか、まだ当たらないか。よし、当たるようになった。だから、これで、ちょっと待って、これで、せいやに交代して、これで、蹴りで倒すんですよね。蹴りとかパンチでね。これでね、行くんですよ。終われば勝てるんですよ、そのうちね。この方戦法でいけばね。やっと思い出した。これ昔よくやってたんですよね。はいはいはい。ドクメントは減っていかないからな。なんかペガサス流星拳ぐらいの威力はあるのかな、あのパンチは。コスモがないパンチでね、裏技みたいなもんですからね。アナザーアニメーション、めっちゃ食らってるけどね。無敵みたいなもんやから。しぶといな。まあしぶといのはこっちなんやけどね。うわ、やっぱりなかなか倒せないね。あいつのヒットポイントがわからないもんな。そしてやけど、これ溜めれるんちゃうか、この状態だったら。違うかな。あ、やっぱ無理か。これでもいけるかな。あ、無理やな、やっぱりな。やっぱコスモないのはないもんね。やっぱこの状態でやるしかないんや。あ、倒した。倒しましたね。せっかくここまで来たからセーブしとくか。お、コスモは出るけどヒットポイントはもう999やからね。あれ、こっちじゃないの。こっちじゃないんや。あ、上か、上や。これ黒つけないかんや。切れないかな、コスモがないから。あ、でも切れるわ。クロス、ブロンズクロスの軍隊でよくここまで来たな。世に背きアテナを守り抜くのか。俺はアテナを殺して正義を守る。そうか、ならば消えてもらうしかない。俺は負けない。アーレス覚悟しろ。
誰や。あ、こいつやな。これラスボスですね。お前はアーレスではないな。でも、ないから、とりあえずいろんなやつに、例えば、まず戦うで、パンチ。これは無理ですね。これで仲間に交代してまた順番にやっていくんですよね。そうすればいつかまた当たるようになるんで、それで倒すんですよ。で今度一気一気じゃない、瞬にして。いくらでも食らっていいんですよ、とりあえずね。で、仲間、今度はイグナス、ヒョウガ。無敵みたいなもんですもんね。これはまあもちろんね、当たらない。で、今度はシリオ。しょうがないな。で、仲間交代で一気。一気ね。あ、でもまだダメか。弱くなってくるんですね、攻撃がね。ほら、向こうもね、あんまり攻撃弱くなるんですよね、なんかね。よし、当たるようになりましたね。これで、セイヤに交代して。これでね、やれば勝てるんですよね、気持ちね。これはもう食らい続けてもしょうがない。うん、もうちょっとした裏技ですよ、これね。本当にね。これラスボスだったと思うんですよね、確か。ない状態でこんな攻撃ができるというね、実際にはありえないですね。まあこれは根拠よく続けるだけですよ、あとは。なんということだ、この私が追い詰めてるってことですからね。まあ、これはね、食らわなしょうがないですよね。あ、倒した。すげえせこい倒し方やけど、まあこれ裏技なんでね。これでどうや、まだあるんや。これや。せいや、よく勝ち抜いてくれました。あなたこそ真のセイントです。でも、アーレスの野望はまだ続くでしょう。これからも正義の心、友情で一緒に戦ってください。エンディングか。
わかりました、お嬢さん。いや、アテナ。次は俺がついてるぜ。あ、なるほど。次はだけに任せられないからな。一回一回これ、エラー出てるんですね。僕も協力するよ。シリュしかし、アーレスは一体誰なんだ。確かに、ね、さっきのやつはね、よくわからないやつ。いや、これがあなたの本当の力です。あ、これパスワードですね。これからはこの力で戦いなさい。なんかバグってるぞ、ここ。裏技使ったからか知らんけど。ここもバグってた、今。はい。エンディングかな。エンディングですね。あれ？これオープニングちゃうの？あ、いいのか。いいんや、エンディングや。これだけ、エンドしか出ないの？これ。まあ、一応クリアしましたね。まさかね、クリアするまでやるとは自分、今日は思ってなかったですよ。途中までで終わろうと思ってたぐらいな感じですからね。まさかクリアすると思わなかったですね。これで終わり？もしかして。え？なんもないの？これだけかよ、俺。これだけ？マジで？え？どういうことやろ？これエンディングなんかな、これが。こんなあっけないエンディングなの？これ待ってたらなんか起きるとかあるのかな？ないよな、多分な。これ実際にね、これ。こういう感じなんですよね。これがずっと表示されてるだけなんですよ。いただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録、もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。